8月号です。今月も萩原さんとお伝えしていきたいと思います。萩原さん、お願いします。はい、萩原です。よろしくお願いします。それでは主に大人の方を対象としました一般特集の紹介です。はい、ではまず最初に一般特集です。今回の一般特集は涼を感じる本です。チリンチリン、風鈴の音に涼を感じるのは日本文化ならではですね。エアコンでは体感温度しか下げられませんが、風鈴、すだれ、金魚鉢などは日本には五感で感じる夏の涼がたくさんあります。ですが実は実際に経験していなければ心からその涼しさに共感することはできません。時とともに文化も変わっていきますが、伝えなければ消えてしまうものばかりです。季節の風物詩でありエコな面でも注目されている今、五感の涼を取り入れてみてはいかがでしょうか。一般特集涼を感じる本の期間は7月29日の水曜日から8月30日の日曜日です。はい、体感の涼だけでなく五感で涼を感じるっていいですよね、うん、ちなみにどんな本がありますか。はい、お家でいただくごちそうかき氷という本や赤飯十八たちの四季という本や淡水類という本があります。それでは次に主にお子様を対象としました児童特集の紹介です。はい、今回の児童特集は2つあります。まず1つ目の児童特集です。1つ目の児童特集は自由研究工作です。夏休みの宿題の定番といえば自由研究を真っ先に思いつく人も多いのではないでしょうか。図画、工作、調べ学習、博物館や美術館、工場などの見学から理化学実験など種類もたくさんありますね。ぜひ図書館の本も参考にしてみてください。期間は7月の19日の水曜日から8月30日の日曜日です。はい、もうね、夏といえば夏休み、そして夏休みといえばね、宿題、そして宿題といえば自由研究、もうそんな時期ですね、うん、どんな本がありますか。はい、森の工作図鑑という本やですね、小学生の、夏休み自由研究ブックがですね、子ども工作大百科という本やですね、夏休みのリサイクル工作と、観察といったようなね、たくさんの種類の本があります。ぜひご覧ください。それではもう一つお願いいたします。はい、二つ目の児童特集は戦争の本です。平成はその文字の通りに日本は戦争がなくて平和な時代でした。1945年に太平洋戦争が終わってから2020年、今年で75年が経ちます。どんどん戦争を経験した人たちが少なくなり、今の私たちは戦争についての恐ろしさや戦争中にどんなことがあったのか忘れてしまってはいないでしょうか。この機会に当時の人々や子どもたちがどのように暮らしていたのか、戦争について改めて知り考えてみましょう。期間は7月の19日水曜日から8月30日の日曜日です。戦後すぐ焼け野原からの復興、そこから日本は経済大国へと成長しました。そして現代では少子高齢化社会の到来があり、戦後75年さまざまな危機を乗り越えてきました。これまでの75年間を踏まえ、戦争の記憶が急速に風化していく中、あのような痛ましい災いを二度と繰り返さずに平和を守っていくために、過去と向き合って戦争の現実と平和の尊さを後世に伝えることが大切なのではないでしょうか。ぜひ皆さんもこの機会にご覧ください。はい、そうですね、
校生に伝えることって本当に難しいようで、難しいですけれども大変ですよね。やっていかないといけないことですよね。どんな本が用意されていますか？はい、かわいそうなぞという本や、広島のピカという本、ガラスのうさぎという本や、白いカラス、アジア太平洋戦争といったような本があります。名張市立図書館の萩原さんでした。萩原さん、ありがとうございました。ありがとうございました。図書館だより8月号でした。